日韓工業新聞は日本の産業経済史。紙媒体のほか電子版もある。発行元は日韓工業新聞社。1915年創刊で100年以上の歴史を持つ。使命に工業を冠しているように製造業の動向を中心としつつ、幅広い業界、テーマを取り上げる。中小企業の報道にも熱心で地方の多くの企業や、 新しいベンチャービジネスについても記事と広告特集の両方で紹介する。環境問題や企業コンプライアンスなど業種横断的な連載、特集も行う。発行部数は交渉42万部。発行は基本的に平日。通常は28から40ページ体制で第2部という形で別釣りを発行することもある。一面は重要なトピックスを扱い。 最終面は、新相談面と企業研究を掲載する。自動車、機械、ロボット、航空機、電気、電子部品、情報通信など産業ごとに分けて、企業と業界のトピックスを扱う。毎日、何らかの業界、企業グループ、地域の特集ページが存在する。新聞発行に加えて、新聞読者層である各業界向けの見本詞、 展示会やイベントを日刊工業新聞社として主催、共催している。その告知、募集や当日の様子が紙面に掲載される。また、異業種交流組織、産業人クラブを全国及び各地域で運営しているほか、日本のものづくり産業の発展を目的とした経済団体、ものづくり日本会議や防災産業の育成強化を図る山岳館の連携組織、 日本防災産業会議の事務局を担っている。日経産業新聞と合わせて産業経済二子と呼ばれ、企業、行政取材では日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞の経済部に次ぐ第3路ポジションにある。支社は東京、名古屋、大阪、西部。総局は埼玉、横浜、京都、神戸、広島で、 かつての仙台市局は東北、北海道総局に昇格している。このほか全国各地の市局を含めて40以上の拠点がある。市局がない県がある一方で、製造業や中小企業が集積している地区には、県庁所在地や政令指定都市でなくとも市局を置いている。市社長は局長、総局長は部長。 市局長は編集デスクと同格の副部長が務める。日韓工業新聞社の従業員は500人強。最盛期には2000人近い社員がいた。1915年創刊。すでに戦前から大阪古金日報として発行されていた。第二次世界大戦中の1942年、日韓工業新聞社は内閣情報局の指示で、 日本経済新聞社の前身にあたる中外商業新報社に吸収合併させられる。中外商業新報社は日本産業経済を核に旧日韓工業新聞社が扱っていた産業分野の専門的な記事を扱う新聞も別に出すことになり軍事工業新聞と大号を変え発行を継続。終戦後の1946年3月1日、 日本産業経済が日本経済新聞に代号を変更するときに合わせて、旧日韓工業新聞社のスタッフが分離独立し、元の日韓工業新聞として復刊を果たした。高度成長期には全国的な工業化の波に乗って成長し、部数も日経新聞に迫った。この時期、都道府県庁所在地と工業都市に支社、支局を開設している。 専門誌でありながら一般全国市並みの支局網を持ち、警察を除く全国の都道府県庁などにある主要記者クラブに日刊工業新聞が加盟しているのはこの頃の名残である。同時に製造業以外の報道でも強みを発揮した。日本銀行担当の松本昭夫記者が山市危機をつかみながら旧大倉省の圧力を受けた。 当時の幹部に握りつぶされ大スクープを逃した話は有名で杉山隆夫メディアの工房や証券不況などのドキュメンタリー本で取り上げられている。1973年の第一次オイルショックで日本の高度経済成長期が幕を下ろすと部数も低迷する。そのためエレクトロニクスや情報通信などの新しい製造業にシフトして生き残りを図った。 1980年代後半から1990年代、初頭のバブル期には、部数も持ち直し、流通サービス新聞を相関するなど、攻めの経営で業績を伸ばした。経済のグローバル化に対応するため、米国ニューヨークやロサンゼルス、英国ロンドン、シンガポール、中国、北京市に、海外支局も開設した。バブル崩壊を経て1990年代後半に、入ると、 再び部数は加工を始めた。土曜付新聞発行の休止、流通サービス新聞の休館や人員削減、海外支局の全面閉鎖などのリストラを進めたが、業績低迷は続いた。当時、販売で協力関係にある朝日新聞社や東洋経済新報社などとの合併話も流れたが、いずれも実現していない。2003年9月には、 経営危機が表面化。東京、九段下にあった本社ビルを売却して、借入金を圧縮、直営の新聞印刷工場も閉鎖し、2005年には全面委託印刷に切り替えるなど大規模リストラを断行、経営破綻は過労じて回避した。現在は、正社員の採用も行い、土曜日付の新聞発行も月1回のペースで復活している。現本社は、 日本橋小網町の純正小網町ビル。2015年4月に新しいオンラインメディアニュースイッチがスタート。同年11月、創刊100周年を迎えた。ありがとうございます。